ミケーレ・プラチドは、イタリアの俳優、映画監督。女優のビオランテ・プラチドは、最初の妻で女優のシモネッタ・ステファネッリとの間の、娘。プッテアシュー州法者兼アスコリ・サトリアーの出身。1979年の映画、美しき少年、エルネストで、主人公の美少年エルネストを愛する同性愛者を、演じ、第29回ベルリン国際映画祭で、 銀マ賞を受賞している。1976年のマルチャ・トリアン・フォレイと1985年の実録・マフィア戦争、暗黒の資料でナストロダルジェント主演男優賞を2回受賞している。2005年の映画、野良犬たちの掟でナストロダルジェント監督賞を受賞している。最初の妻で女優のシモネッタ・ステファネッリとの間には女優のビオランテ・プラチドを含め、 三人の子がいる。シモネッタとの婚姻中に、未婚のまま女優のビルジニー・アレクサンドルとの間に一、死を設けたほか、シモネッタとの離婚後に37年下の女優フェデリカ、ヴィンチェンティとの間に一死を設け、その後2012年にフェデリカと再婚している。ありがとうございます。